山崎正智11月26日2008年12月29日、万72歳没は、日本の元弁護士、岡山県出身、京都大学法学部卒業、元総価学会副理事長、元顧問弁護士、三優と略称されることもある。池田大作名誉会長が執筆した、小説、新、人間革命の登場人物、山脇智ものモデルとなる。 1936年、岡山県で生まれた。岡山県立岡山三沢山高等学校を卒業後、1955年に京都大学法学部に入学。入学後腎臓病を患い入退院を繰り返した。病気を機に大学在学中に創価学会に入会。創価学会では、創価学会発の生え抜きの弁護士として多大な期待を寄せられ、 池田大作の調愛を受け、総価学会の法務に関わる。1970年代に起きた日蓮召集との昭和52年度専門大においては、積極的に関わりを持ち、弁護士として日蓮召集と総価学会の調整役を務めた。弁護士としての業務から逸脱した日本共産党の宮本賢治宅盗庁事件や、総価学会と対立する敵対団体の 学会工作などを計画、主導。また、総科学会顧問弁護士の立場から日蓮招集と総科学会の間に起きた諸問題で調整役を買って出た。その際、駅務上知り得る情報や人脈をたどり、総本山大石寺と総科学会の間に入り、離反工作と関係調整を繰り返し、第一次集門問,問題を陰で主導した。進行に対しては、 その姿勢を他社に揶解されることを拒み、総科学会員の信仰の根幹と位置づけられる日蓮の異文よりも週刊誌の記述を重視し、どう、俺って、すごいでしょというのが口癖であった。後に、山崎が経営する冷凍食品卸売会社、シーホースが45億円の負債を抱え経営危機に陥った際、弁護士としての立場を最大限に利用し、 創価学会を強括する1977年から、総価学会の内情がマスコミに頻繁に報じられるようになり、1979年には、週刊文春が池田大作会長の辞任をスクープした。これらは山崎と原島隆の内部告発を情報源にしていた。山崎自身が実行犯の一人として関与した、 宮本賢治宅盗聴事件の暴露を材料にし、国訴取り下げの交渉を総科学会と重ねるが決裂。その意味で、総科学会員にとって山崎は死死心中の虫であった。他方、経営危機にある自らの会社を救うために、数々の手形の取り込み作業を行った。岡留康則によると、山崎と原島は、 自民党に情報を提供し1980年11月7日、池田名誉会長の承認関門を要求する54万人の請願を自民党に提出した。しかし自民党は動かず、山崎らの自民側窓口となった三塚博氏は国会で公明党の協力は欠かすことはできない。今請願問題を持ち出すことは特策ではないと考えているのだろうとの談話を 発表した。岡留は自民党が山崎らから得た情報を総科学会、公明党との裏取引に使ったのではないかと推測。翌1981年、公明党が日米安保条約や憲法を求上したでの自衛隊応人を発表したのはそのためと岡留は推定している。1981年、山崎は就問との問題をネタに 創価学会から3億円を要求し、要求が通ると、さらに5億円を要求した。しかし、この行為によって強喝罪で逮捕された。裁判では、山崎の主張は50数箇所にわたり、虚偽であると裁判官から指摘を受けている。1991年2月、懲役3年の実刑判決を受け、栃木県の黒羽刑務所に収監された。これを受け、 日本弁護士連合会は山崎の弁護士資格を剥奪した。他方山崎はこの判決は総価学会の内部告発を封じるための演罪であると主張し最新請求の意思を関係者に表明していたが言動のみで実行はしなかった。1993年4月27日に仮出所、10月に景気満了となる。1980年前後に 総価学会から除名された後、政信会に入会。週刊文春、諸君。などで、二つの疑惑イコール、日立商人の宣言と、安倍日券の送電、御送電、そのものは、なされていた形が、どこにも見当たらない。見た人は、誰もいなかったの文を掲載し、日立より日券への総称はなかったと主張した。当時は徹底して、反日券の立場を取り、 日券を非難していた。日券館長に対して、館長の座に自らついてからの就門行政が、誠に信仰心の薄い、公理主義のゴ下ゲのごとき姿である、とうと激しく攻撃した。しかしながら、後に、正信の部会を裏切り手のひらを返したように、日券と名誉となり、反創化学会活動の先鋒となる。創化学会除名以前から、 正信海僧侶の浜中和道と一体になり、総価学会への球団を強めていた。ところが、その後浜中の夫人との不倫が発覚し、浜中とは犬猿の中に。浜中は山崎の行場などを記録し非難する著作を残している。山崎正友の葬儀で模試を務めた稽古夫人は浜中和道の元夫人である。山崎は正信会の会員でありながら、 マサノ部会の最大の敵である日賢に最接近を試みた。しかし、逆に、大石寺において、日賢より、あんたは、大嘘つきだ。あんたを絶対、信用しない。こちらからいいというまで、本山に来ることはまかりならぬと怒鳴られ、最接近は一度は失敗した。日賢のこの態度に対し山崎は、あの野郎が芸ーなものか。和道さんも知ってるでしょう。 日発商人が亡くなる前には、あいつには、総称する気がなかったってことはと述べた。その後、日券に最接近するチャンスが訪れ、正信ノ会を1995年に脱会した。それまで、正信会の立場で攻撃していた、日券官庁の側の機関士、エミオに突然、登場し、私がご総称を配信するに至るまでと題する手記を寄稿した。そこでは、 最近になって、私は、日券商人芸家が、ご総称について示された、ご指南を、活字で拝読させていただく機会を得た。微妙深遠な問題であり、また、私ともボンゲが伺い知るべくもない事柄も多々ある。ために、難解で遠曲なご表現の部分もあったが、繰り返し読ませていただくうちに、ご総称の伝えられる形についての私の疑念は、評解していった等と、 手のひらを返すように以前とは全く逆の見解を書いている。1993年12月9日、山崎は自民党民主政治研究会の勉強会に出席し、1968年に総科学会が起こしたと彼が主張する選挙違反事件、新宿替え玉事件に言及し、総科学会が13秒と公表した替え玉投票の投票数を総科学会の虚偽、 偽証とし、実際に替え玉投票が行われたのは、新宿区だけで5000秒強。全体ではおよそ2万秒。自分が指揮を取ったと語ったが山崎が主張する。この事件の試張による事実確認は行われていない。その後は、総価学会の批判記事の執筆活動を行い、週刊新潮などの週刊市場で発表した。しかしながら、2001年以降21世紀に、 入ってからは活動は先細りとなっていた。2008年12月29日、神奈川県厚木市、愛名の自宅で倒れ、東海大学医学部附属病院に緊急搬送されたが死去。死因は急成人不全のため、去年73。私生活では、正信会会員の婦人女性との不倫とそれに伴う約2000万円の借金が発覚し、 不倫相手の夫から告訴された。1997年6月3日、大分地方裁判所は、原告の主張を全面的に認め、山崎に550万円の支払いを命じる判決を下した。総価学会の青年部機関紙、総価新報等で報じられた自身に関する記事が、名誉を毀損するとして、総価学会等を相手に、 損害賠償を求めていた裁判で2009年1月28日、東京地方裁判所は山崎の訴えを棄却する判決を言い渡した。東京地方裁判所はこの判決の中で宮本健次宅盗聴事件は山崎の独断で行われたと認定され、宮本委員長が原告の裁判で教団の関与が認定された判決と異なる判断が出た。ありがとうございます。